道内は昨夜から日本海側の沿岸部を中心に猛吹雪となり、札幌でも8センチの積雪を観測しました。札幌では午前3時までにおよそ5センチの雪が降り、市交通局は午前5時過ぎにササラ電車を今シーズン初めて出動させました。札幌では朝になっても雪が降り続き、午前8時を過ぎても氷点下の気温が続いています。傘を差したりフードをかぶったりして足早に通勤していく人の姿が見られます。いや、冬来たって感じですね。数日前からそう言われてたので、準備してきました。大丈夫ですか？寒くないですか？寒いです。やっぱり寒いです。、はい、札幌の積雪は午前7時に8センチとなり、一夜にして冬景色と変わりました。来週から始まるホワイトイルミネーションの準備が進む大通公園も一面真っ白な雪に覆われています。